た。こんにちは。さあ豊さん、はい、なんと阪神の藤浪投手がメジャー挑戦コンオフということで、はい、本当か。いやびっくりしました。本当みたいですね。まあシーズン終わってから球団との交渉になるとは言っているものの、でもまあその記事を見た時にね、はい、まず何を思ったかっていうと、はい、あ、中継ぎだったらいけるなって思ったね。中継ぎだったらで、だったらいけると思う、うん、先発は、うん、先発、まあ、メジャーに行って慣れて、うん、先発の目処が立つなって言った時から先発になればいいけど、先発で行くとなるとちょっと球種的に少ないかなと思うんだよね。まっすぐ、スライダー、スプリットでしょ、はい、この3球じゃちょっと難しいかなっていう。だからショートイニングの方が、まあ、ボールに力もあるし、うん、通用するのかなって。だから俺がすぐパッと頭の中に浮かんだのは、あ、中継ぎだったらいけるっていう。それは例えば1イニング、2イニング、まあまあスタミナがあるピッチャーだからさ、はい、それは1イニングでも2イニングでもいいけどね。それはまあそのチームの方針、使い方、まあそういうことにもよるけども、はい、まあ1イニングでいいと思う。荒れ球というか、ああいうのもメジャーは逆にいいんですか。まあ乱闘は何回かすると思うよ。あと報復みたいなになる可能性もあるピッチャーだけども、はい、最近そんなに抜け玉っていうのもないしね。で、急にバントの構えされるとボールが抜けるっていうことがあっても、はい、向こうはほとんどバントってないから、はい、だから抜けることもないでしょ。じゃあ逆に日本にいるよりも彼はメジャー向きっていうことなんですか、藤浪投手は。まあごちゃごちゃ言われない分ね、のびのびと。もう言われすぎだもん。ただ、はい、やっぱちょっとイップスが気になるっていうところ、うん、まあ克服してきてるけどね、はい、まあ向こう行ったら治るのかなって思うし。環境変わってガラッと言われなくなるでしょ、いろんなことが。なんかリセットした状態からなんかできるというか、はい、藤波の中でね、うん、だからそういう新しい環境に身を置いてみるっていうのは、うん、まあいいことだし、でボールの力、質、そういうことから考えると、おそらく中継ぎだったら成功するタイプだよ、うん、ああそうなんですね、うん、でもなんかすでに10球団くらいが藤波投手獲得にメジャー動き出してるっていう、うん、おすごいですね。やっぱ代理人の方ももうすごいですね、うん、まあボールの力はあるからね、うん、メジャーの方でもちゃんと投げれば早い方の部類のピッチャーだからさ、はい、だからそれは魅力はあるだろうね。あ、じゃあこれは本当に現実味のある話なんですね、コンオフ。あるあるある。で多分藤浪投手は昔からやっぱりメジャーに行きたいっていうもちろん思いはあったっていうこと、どうなんだろうね、うん、まあなくはないだろうね、うん、大谷と同期で、うん、大谷があれだけ活躍し、うん、まあそうなったら俺も行ってみたいな、行って勝負してみたいなって思うのは、まあ普通は考えるよね、うん、あとは別に金額的にももちろん今よりも例えば少なくてもとか、自分の条件満たさなくてもやっぱりメジャーに行きたいっていう気持ちって、だから目先のことは藤浪って、うん、頭のいい子だから、うん、あんまり考えてないと思う、うん、例えば年俸が1からになったとしても、はい、やったらできるっていう、うん、やったら上がるっていうことを考えるから、はい、それはやらなかったら自分のせいだっていうふうに認められる子だから、うん、だからお金で動くとか、うん、そういうことじゃなくて環境を重視して選ぶと思う、うん、あとは使い方、自分の、うん、そういうものをしっかり話し合った上で契約をすると思うけど、うん、でもこれで本当にメジャーに行ってガラッと昔のいい時の藤浪投手になって、うん、っていうこともね考えられるので、そっちの方がいいかもしれない、ね、まあ、ただね、やっぱ大谷のまっすぐ、うん、そういうのでも続けるとメジャーの選手って平気で打ち返してくるからな、はい、だから課題とすれば変化球の精度と、今年なんかカーブも投げてるけどね、うん、まあ、そういう球種でストライクが取れるようになってくると、まあ、すごく楽になるし幅も広がってくるという、はい、今のその日本で投げてるスタイルっていうのは、まあ、困ったらまっすぐ投げてて、まあ、ファールになるでしょうみたいな、うん、メジャーを持っていくからね。そうですね、ホームランまで、うん、だからまあそこら辺の思考をこう考え方、そういうものを変えた方が、はい、まあ、おそらく藤浪のことだから、うん、多分分かってるとは思うけど、うん、やっぱ変化球の精度だとかそういうものは上げていかなきゃいけないよね。そうですね、うん、さあその他藤浪投手の他に今オフメジャーに行きそうな選手なんですけれども、はい、ソフトバンクの千賀投手、はいはいはい、もう2019年以降メジャーリーグの挑戦視野に入れてきていますけれども、うん、まあ、2022年の、まあ、今年度中に FA となるので、はい、千賀投手も今オフこそ行くのではないか。まあまあそうだね、はい、ただねちょっと怪我がちなんだよね、うんうん、はい、体に自信があったら行ってもいいけど、
やっぱ日本よりは過酷になるしね、まあ、移動距離が長かったりだとかさ、時差があったりだとか、ボールが違ったりで、ちょっと甘いボールは持っていかれたり、だから環境が変わったりとかレベルが上がるとやっぱ体の負担っていうのも大きくなるから、だからそこら辺の体に対して の, その自信があるんだったらやっぱ挑戦してもいいよね。で挑戦したらどうなのか、まあもちろんできると思う。あのフォークがあるからね、はい、だから千賀も同じようにもうちょっと球種が欲しいけど、うん、まああのフォークがあれば通用するかなっていうふうには思うけどね、うん、先発ですか、それともやっぱり、まあ、先発だろうね、先発で、うん、まあ抑えもできると思うよ、はい、抑えもできると思うけど、抑えっていうのは毎日のスタンバイをしなきゃいけないし、うん、千賀を心配するんだったらやっぱ体なんだよね、うん、ここのとこ怪我が続いたりだとかちょっと離脱するケースも多く見られるんで、体だな、もうそこが一番ですよね、体面はってことですよね、うん、ただ行く確率可能性は高そうですか。いや高いよね。あ、じゃあ千賀投手も来シーズンはもしかすると海の向こうでやってる可能性が、まあ、そうだね、はい、あと言われてるのが、まあ、権利は持ってないんですけれども、オリックスの山本由伸投手、はいはい、これすぐにではなくて年齢的に2025年あたりまで待たなければならないんですが、これまあポスティングだったりとか、いやポスティングで行くんじゃないの、もう払えないよ給料が、オリックスも、まあ、払えないと、払ってもいいんだけどさ、はい、やっぱその球団がどのぐらいお金を持ってて、うん、山本に対してこう考え方だよね、どのぐらいの予算を組んでるか、はい、まあそれが合わないようであれば、うん、でも由伸は生かしてやりたいな、うん、あの山本投手もねメジャーに行きたいっていう気持ちあるので、まあ間違いなく通用する。あ、な、今までの選手の中で一番太鼓判でしたけれども、通用するな。おお、それは向こうでも通用するって、やっぱ精度がいいもん、うんうんうん、コントロールがいい、はい、それとやっぱ豊富な球種もあるし、うん、だからもう確実に通用するな。ですね、国際舞台でも活躍しているので、はい、メジャーリーグ側 もう見てますしね、まあ、大谷が爽やかで、はい、山本がジェントルマンで、はい、まあ、日本の評価って上がると思うよまたさらに、ね、株が上がる上がる上がりますよね。上がる上がる。でも山本投手はもう行ってもじゃあ即通用、いやこれが通用しないんだったらもう日本のピッチャーあんまり行かない方がいいだよね。もう山本由伸投手をメジャーで成功するだろうみたいに、いやもう絶対成功するよ。あ、やっぱそうなんです、ね、あと言ってほしいのは高橋光成と今井、うん、この西武の2人っていうのはちょっと言ってほしいよね。え、それ豊さん的にそう思うのは、いや言ってほしいっていうかやっぱりメジャーでも通用するだろうなと思う。そうなんですね。高橋光成とかね、はい、今井とか、うん、もう考えてるかもしれないですね本人たちも、うん、まあこの2人は甲子園の優勝投手だから、うんね、それがメジャーに渡る。いや、いいです、また活躍してくれれば。まあでもね、そうやって言ってるけど、はい、みんな出ていったら日本の何を見るんだっていう話だよね。まあでも新たにまたきっと出てきますよ。いや、そりゃ出てくるとは思うけど、はい、なんか日本がメジャーの植民地みたいになっていやいや、そりゃいいのとこうピックアップして持っていかれるというさ、うん、なんかなんともこう情けないこう話じゃない。まあそうですね、経済的にもさまあ今厳しいですよ、日本はやっぱり日本厳しいだろ、日本経済だって円高ですもん、これだけ。そうだ、ドルの方が強いですよ。でしょ、はい、まあまあ確かにそうか、行くな行きますね。で、行くといえばやっぱり今大注目なのはヤクルトの村神様、まあ、将来的には行きたいと思ってるじゃないの、まあ、将来的にはもう十分行く可能性っていうのはありますよね。まあただ村上次第だけどね、本人次第だけども、はい、まああそこ行って勝負するか、うん、日本でとんでもない記録を打ち立てて残るか、はい、とかね、まあそういうことはこういろいろ考えてると思うけど、やっぱメジャーは頭の中にあるだろうね。そうですね、これ、まあ、年齢的には無理ですけどポスティングで行くのか、うん、それとも、いやポスティングで行くよね。このままの成績を上げられたらもうヤクルトも大変になるもん払えないまあ払えないことはないとは思うけど、はい、やっぱ他とのバランスが崩れるというか、はい、他の、まあ、そういうこともあるよね。サラリーキャップ制でいくと、うん、やっぱこう収益とその人件費と半分半分にしたときに、ね、この 50% の中の 50% を村上に払って 50% を他の選手で分けるって言ったら非常にバランスが悪くなるよね。そうですよね。だからそれをやっぱ避けるとすると、やっぱメジャーに行かせてあげるよっていうことだよ ね、 ですよね。しかもポスティングであれば本人も早く行けるし球団側にも潤うからね、はい、その分潤うので。ただね、
やっぱ筒香がちょっとメジャー挑戦で失敗しちゃったじゃない、だからここら辺を村上がどう見てるかだよね。これ村上選手メジャー行った場合っていうのはホームランバッターですか？いやもうやっぱ期待するよね、はい、ただ松井も50本打ってメジャーに挑戦しに行ったんだけど、うん、はい、まあ、松井がやっぱ言ってるのは俺は中距離ヒッターで徹した方が自分のためだと、身のためだと、うん、ホームランをね打ちに行くとやっぱこう体もストレスも抱えてしまうと、いろんなものをね、中距離ヒッターでいいんだっていう風にさ、思えば、はい、少し楽にプレーができるということを言ってるんだけどもさ、はい、やっぱりね松井をもってしてもパワーヒッターではないわけよ。そうなんですね、うん、だから村上もそれはパワーヒッターだけど日本では中距離ヒッターって思って行った方がいいよね。じゃあもう大谷選手は逆に別格だってことですか？別格だよ。松井秀喜が打ったホームランね、スピード的には大谷の方が全然上なわけでしょ、はい、あとはねヤンキースに入ったっていうことだよ。あ、松井選手が、そりゃもうプレッシャーが違うもん、はいはい、だからまあそういうところも比べると、うん、まあ、そういうところも違うけども、うん、まあ、大谷はまた別格だよね。そこはそうなんですね。だから村上は別格になる可能性だってあるよ、うん、ね、松井より上に行く可能性もあるけど、はい、数字的にはね、まあ、だけども、まあ、中距離っていうふうに思っていった方がいいと思う、うん、あ、その方が気持ち的にも体的にも楽ってこと、ね、トリプルスリーだよ向こうで。あ、それはね、また、まあ、足も速いし ね、 しいね、うん、だから可能性はある、ね、ありますよね。あと山崎康晃投手がなんかメジャー挑戦っていうのを聞いたんですけど、豊さんこれ本当ですか？いや、なんかこう匂わせるような記事もあったよね、はいはい、まあ、でもなんて言うんだろう、夢はあるんじゃないの、そこに、うん、だからちょっとそれを振ってみてなんかこう接触してくる人間がいるのかどうか、はい、まあ、そういうことも含めてちょっと様子を見てるのかなっていうような感じがするけどね、うん、あ、様子見でじゃあメジャーリーガー側から来たら、まあ、交渉の場に立って金銭とかあるでしょうし、まあ、あとはそれを例えば横浜側と の、 この交渉の時に優位に働いていったりとか、そういうのもあるんですか？まあね、よくあるのは、うん、いろんな他球団聞きたいって、うん、金銭釣り上げみたいな、そういうことを言われてるけど、はい、もう金銭は最近出てるからしっかり、そうですね、出て、はい、釣り上げにはなんないから、はい、もうこれ以上出せないからじゃあもう他行っていいよっていうようなことになるから、余計なことじゃしない方がいいんですか？ただ評価を聞くっていうのはすごく大事なことで、うん、どういうふうに外側から自分を見てくれてるのか、はい、まあ、球団内部っていうのは多少人間性だとか、うん、生活の部分も見えてるじゃない、はい、あいつこのぐらい出すかとか、うん、いやあいつはあんなことやってるからもうちょっと出してあげようとか、うん、いろんなところが見えてると思うけど、他球団っていうのはそういうところは全く見えてないわけじゃない、うん、だからそういう野球だけでどう評価してるのかっていうのは聞きたいよね。そうですよね。ちなみにですけども、山崎康晃投手がメジャーに行ったら豊さん活躍できるっていうふうに思いますか？ポジションだな。どこ？だから抑えっていうのはなかなか、まあ、厳しいかもわからないけど、うん、だいたい球種が2つしかないんだよね、はい、まっすぐとシンカーしか、まあ、シンカーって言ってもまあフォークだろうけども、まあ、それしかない。だからどうなんだろうね。そうですね。だから中継ぎセットアッパーとかそういうところだったらいいけども、まあ、最初はね、はい、自信をつけてクローザーじゃないっていう感じなんで、やっぱりちょっと球種が2つっていうのが引っかかる。まあ、最近はやっぱり球種が多少多くバッターボックスにいるバッターにインプットさせないと、はい、この2つって超過半過で当たっちゃうからね、読みが。そうですよね。そうそう、そうなってくるとやっぱり厳しいということで。そうですよね。まあ、今ババッと名前を挙げましたけれども、はい、もしかするとこのね、今出て挙げていない選手の中でメジャー挑戦という選手も可能性あるよな、はい、十分にあるので、はい、ちょっと今シーズンオフどういった選手たちがメジャーに挑戦するかも。また帰ってくる選手もいるからね、多分いるかもしれないですね。まあ、筒香であったり有原であったり、はい、まあ、こういう人間が帰ってくる可能性あるしね。はい、そこも含めて注視していきたいと思います、はい。